皆さんこんにちは、ワンダルグリフィッシュです。今回は、ギレンの野望ジオン独立戦争キープレイをしていきたいと思います。で、今回のプレイのコンセプトをご説明していきたいと思うんですけども、その前に、ムービーの鑑賞のところをご覧いただきたいと思います。だいぶ埋まってきているんですけども、一部埋まってないところがあります。例えばこの15番、埋まってなくてですね、この後もこの22番が埋まってなかったりします。今ご覧いただいたのが、ジオン軍編のムービーなんですけども、この15番と22番がですね、ガルマの死亡に関連するイベントになってます。なので今回は、このガルマの死亡イベントのムービーを見たいなと思って、ジオン軍編をガルマ死亡ルートでプレイしていきたいと思います。で、ちなみになんですけども、連邦軍編もですね、いくつか見れてないものがあるので、この後ね、連邦軍編もこれらが見れるように、頑張ってプレイはしていきたいなと思ってます。今回は、ガルマ死亡ルートを行きます。はい。というわけで、ガルマ死亡ルートを行くために、地球侵攻作戦をまず開始しています。すでにですね、北米、そしてオデッサ攻略完了してますので、新しく攻略作戦としてですね、北京、マドラス、それと、アフリカ、キリマンジャロに、オーストラリア、トリントン基地、いくつも攻略作戦が発動できる状態になりましたので、早速ね、これらの攻略作戦を行っていきたいと思います。では、手始めにマドラスに侵入しましたので、マドラスの攻略を行っていきたいと思います。まあ、特に苦戦はしないかなと思いますので、このままギャロップで突入を図っていきましょう。で、このマドラスを落とした後はですね、北京、そして、アフリカ、キリマンジャロ、太平洋のハワイと、順番にね、攻略目標を広げていきたいと思います。イベントが始まりました。サイドセブンに、シャーが潜入するイベントですね。まあ、これはガルマとはあまり関係がないので、まあ、史実とは別のルートを進んでもいいかなと思います。あくまでもね、ガルマ関連のイベントが出てきた時だけ注意したいと思います。北京に部隊が到着しました。では、マドラスに続いて、今度は北京の攻略戦を始めていきます。どうやら敵は、どうでしょう、これを見る限り、ハワイから増援を出しているように見えますね。こちらはギニアス・ユーリ・マクベと、初期オデッサを攻略した部隊をそのまま北京に投入していきます。で、北京攻略後、速やかにオデッサに部隊を戻したいと思います。敵はどうだろう、これ見る限り、ガンキャノン、ガンタンクの数がだいぶ揃ってますね。あとはデブロック。クライマンター、そのあたりも数は揃ってそうに見えます。また、ガンキャノン、ガンタンクにしても、まだ数はそれほど多くなく、まあ、いわゆるガンダムタイプもなそうなので、普通に攻略はね、できるかなと思います。あまり気にすることなく中心部を目指しましょう。さて、北京の攻略中ではありますけども、ハワイにも攻撃を仕掛けていきたいと思います。で、戦力的にはドズルとガルマの部隊ですね。これを投入していきます。まあ、十分に戦力としては余裕があると思いますので、ここは一気に潰しにかかりましょう。これでハワイの攻略が終われば、マドラス、北京、そしてハワイと、これから順調に進みますので、まあ、だいぶね、敵に先んじて、攻略作戦を
順調に進めていけている状況が演出できているかなと思います。でまずガルマのところなんですけど、マッドアングラーですね、それに主力はアンガイをある程度数用意しました。なので、まあ、このアンガイを使って、一気に上陸作戦をね、仕掛けていきたいと思います。では一気に基地中心部に迫ります。いや、この時点のアンガイは極めて使い勝手がいいですね。すごく上陸作戦が順調に進んでいる状況になってますよね。ハワイは圧勝で終われそうですね。でこれで残った敵の拠点の数もだいぶ減ってきて、ホワイトベース関連、木馬関連のイベントも進んできているという状況なので、いよいよ、ガルマの死亡ルーへと入ってね、いくことになるかなと思いますので、まあ、そしたらですね、先ほど冒頭でご説明したムービー、ガルマ関連の死亡ムービー2つ、これがね見れていくんじゃないかなというふうに期待をしています。はい、ハワイの攻略これで完了ですね。攻略戦が継続中です。では北京の攻略もこのまま進めていきたいと思います。次回はね、ガルマの死亡ルートへといよいよ入っていきましょう。